ウトドアギアマニアックスのスティーブです。これからファイアボックスストアの新しいファイアボックスストアをちょっと紹介したい。前と同じパッケージングみたいんですけど、 New and Improved のスティッカーしてます。もちろんこれが携帯でピッすると、あの英語版のビデオも出ます。でちょっと前のファイアボックスと新しいやつを比べたいですね。これが前のファイアボックスと新しいやつ。これをこっちから見ると、こっちの方はこのファイアスティックというものを一つ一つ入れるけど、こっち側だったらもしアクセサリーキット買ったら、ファイアスティックは4本になるから、こっちも4本をちょうど、2本2本でちょうど入ります。じゃあちょっと開けてみましょう。最初はファイアボックスの中を見ると、一番下見えたら、一番下は古い方が穴だけで、新しいやつは穴と外側は長いとかちっちゃい穴も開いてます。これどうして側はこっち側のやつが、外側のちっちゃいとか長い穴とその下のプレートはあまり形は変わらないですね。こっちの方もちょっと変わりやすいまで言わないけど、こっちの方がもうちょっと変わらない方とか、ちょっとインプルーブメントしてました。あとはこっち側を見るとそんなの変わってないですね。こっち側を見るとまた何が変わってるが、この下の穴はちょっと形が変わりましただけです。あとはこっち側、ウィンシールは、こっち側で見ると、ちょっと大きい変わることがあります。こっちの穴ですね。あとでもう一回説明する。こっち側も穴は一つあります。二つあります。また、こっち側に戻りました。はい。じゃあ、新しい変わってるところをちょっと説明します。最初は、この2つの穴ですね。今まではファイアボックス使うときは、例えば上にフライパンとか大きいポットだったら、火はこっちから入れるんですよね。でこれからこの2つの穴を使って、例えばこっちからとこっちから長い木は下からずっとフィーディングできますよね。でよく見ると2つの穴はこれ上とこれは下だから、木も中に上と下のものになります。だからちょうどいい燃える形です。あとはこっちのプレートのところは新しい穴開いてる。どうしてかはこのファイアスティックで、これがすごい簡単でコントロールできるし、もしやりたいならストーブも動くこともできます。あとはこっち側を見るとこの2つの穴あります。でこっちも新しいのあります。これがファイアスティック入れて、でファイアスティック入れるでもこれが開けると閉めることができますよね。で下、いつも下にあるのアッシュパンあるけど、これも例えばこのフューロエズビットみたいのソリッドフューロとかジェルフューロを使いたいだったら、これ上に持ってきてちょうど入りますよね。でもちろん風があるとかないとか、空気が欲しいとか欲しくないとか、例えばエズビットを使ったら、ちっちゃいポットでもこの角から使えられますね。もちろん大きいポットだったら真ん中でも使えられます。あとはもっと熱くになりたいったら、これちょっと開けてちょっと空気が入るですね。だから火はもっと熱くなります。一つのポジション。あとはこっち側はこっちとこっちとこっち同じを2つの新しいところあります。
このファイアスティックを入れるところ。で、こっちの場合は、アルコホールストーブを使いたいだったら、こういうポジションも、例えば、で、ちょうど使います。これを考えているのは、この会社のアルコホールストーブ、トランジアですね。トランジアのアルコホールストーブは、だいたいポットの下から 2.5 センチぐらいが一番いいと言ってるから、これも考えたら、ちょうど 2.5 センチで、ね、作りました。あとは、まあ、今までもいっぱいいろいろなところをファイアスティック入れる場所あります。あとは最後の新しいところはこの下のちっちゃい穴ですね。今まではこのダンパーみたいに使うことができたけど、これから例えば、ないですね。はい。でもこれが開けるところはできなかったですね。だから今はこの下に一つを手に入れたら、これはここまでは半分でも開けるとか閉めるとかをちょっと自由に使うことができます。はい。それが新しい11月からの新しいファイアボックスストーブ。